ら、もうこんなんね。なんかおばさんになっててもこんだってね。こんなんいいの、ね、いいですか、いいですか。もうダメですね、それはもう。バンされます。絶対バンされる、それは。それは絶対バンされる。え、いいですか、背中。え、でもこんなんだって。まとってない。なんかペタペタ触ってくる。いい、これ。かわいいですね。え、それ、おしゃれなカフェやった。へぇ。わ、これすごい光。すごいですね。そうやね。こんな光が綺麗に光った。かわいい。一回チェックしてからめくってる。あっ。うわ。沖縄いいです、ね、曲線がね。あなたもお胸をすぐなぞるんだから。あ、ヨガ、ヨガしてる。ヨガしてサップヨガしたんですよ。すごい。え、浮いてるんですか。そう、ボード浮いてる。うわ、すごい。これでやりました。え、めっちゃいいな。楽しかった。もうカメラ忘れて集中しすぎて全く見てないこっちを。すごいヨガポーズ。そうそう、似合いますね、この髪型。うま、お団子かわいいです、めちゃめちゃ嬉しい。そう、水牛。水牛そうそう、沖縄で水牛と。え、なんかこんな話しませんでした。何、めっちゃ前、めっちゃ前、なんかうかさんが写真集、うん、作れるとしたらなんか闘牛とみたいな。闘牛じゃない、え、これ水牛やけど闘牛と闘牛と闘牛と写真撮るみたいな話。でも言ってた、やりたいって。なんかね、しませんでしたっけ。え、言ってた。なんかせえへんかった。闘牛赤スカーフ持って。え、そう、え、言ってた。誰か覚えてます。沖縄そば食べてますね。え、そう、沖縄そば食べた、美味しかった。うわ、紅生姜、紅生姜好きやな。めっちゃ入れてん、紅生姜。いいな、紅生姜好きですか。大好き、うん、美味しいよな。こっちも山盛りね、カメラマンさんのやつ。すごい。わ、あ、あれですね、沖縄の。そう、琉装、うん、うちな、いいですね。めっちゃ原色。確かに、かわいい。キシムナーと撮りました。花村さん、ありがとうございます。今のところ大丈夫。いいですね。うわ、夕日に映えますね。あれみたい、外箱町さんのやつみたいです。あー、着物、はい、うん、そやな。派手派手な。え、なんかちょっと違ったウカさんですね。めっちゃラフですね。かわいい、かわいいですけど。これも自分でな、買ってん、スーパーで。あ、え、そうなんですか。そう、スーパーザマミ島って言うねんけど、はい、ザマミ島のスーパーで B さん買って勝手に履いて歩いてるところ。いい、写真集やからこそね。そう、うわ、なんかおうち感。そうそうそう、リアルな。ねえ、だってそうなんですよ。ええー、鏡、あ、もうネタバレしちゃうじゃん。いいよいいよ、見えてないから大丈夫。ほんまに、うわ、かっこいい。今だ、なんかいろんな水着見れるのがいいですね。うん、いろんな。お尻。お尻問題のお尻が来ました。岩水出た。スタイリッシュ。そこすごいよね、本当に。なんか沖縄の秘境みたいな。へー、端っこの端っこまで行って。海めっちゃ青いですね。そう、めっちゃ綺麗だった。あ、咲いてない、咲いてない。かわいい。そう、変なポーズやろ。このポーズ見て、しおりおじさんめちゃくちゃ興奮してました。確かに、しおりさん。お好きそうです。え、海にも入ったんですか。そう、シュノーケリングしてん。もう水着とさ、全く一緒じゃない、海の色。どうか。めっちゃ綺麗かった。そう。うわ、うわ、綺麗。すごい。頑張って泳いでん。でもめっちゃ浅いねん。確かに。床見えてる。上がってきた。上がりました。あ、振り向きミシンや。シーサー。そう、全部な、瓦で作ってんねん、シーサー。すごくない。すごい。ほんまや。そう、瓦を割って、こことかも全部くっつけてんねんって。すごいよな。ほんまや。口も瓦ですか。そう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 。これがめっちゃザマミの島と島中にあって、すごい、みんなで作るんだって。なんか見てたら行きたくなります、沖縄。
ね、行ってたでしょあなた、はい、あなたガールズペディアで、はい、行ってたよね。一番行ってないんですけどハイピー感じれてますか。グラビア世代とマジでどこにも行かない行こうな沖縄な。ロッケで行かしてもらおう。行こう誰かエモストさん。エモストさんエモい写真を撮りに。何ですかこれ。映像屋台、地元の屋台、美味しそう。カレーある。そうやねん、沖縄でもカレーってある。ソーキカレーとかあるんですね沖縄。そう、あのお肉がすごい大きくて、ソーキの。そうそう、かき氷美味しそう。アイピのガルペ来たいって言ってんで。いや見せるもんないんで私。なんでよ。配信一回通った。はい、一回止まりました。でも中見えてる。あ、中写真集でもバレます。気をつけます。気をつけます。気をつけます。こんなんいいんですか。もうこんなん。アイピおばさん。めっちゃいいですね。なんか。脱いでなくても着ててもセクシーさが、うん、嬉しい。これ好きです。嬉しい。かわいい。一気に朝から夜になりますね。表情がめちゃめちゃいい。マジ、はい、嬉しい。これもうファンの人ドキドキですやん。ドキですよ。こんなうかさんも見れんのってなりますやん。写真集なんでね。めちゃめちゃいい。え、皆さん買いました？まだ発売してないけどな。もう買いましょう。え？14日です。こんなん14日ですって。ダメじゃないですか。え？ちょっとリアルな生々しいですね。そこはちょっと。あーらー。絶対見えてほしくない。これはマジバンですね。絶対ダメ。絶対ダメ。何笑ってんの？何笑ってんの？あ、ちっちゃいお母さんが出てきた。あ、そういうことか。そう、インタビューがめちゃくちゃ長くて。ちっちゃいお母さん。え、そう、探し出しましたか？そう、掘り起こした。かわいい。これかわいい。あ、おもろい。そうなんですよ。めっちゃ。うわ。あ、すごい。そう、バージニティの初めての MV 撮影の時とか。ちっちゃいお母さん。みんなゼリー食べてください。食べたい。ありがとう。キュートちゃんが差し入れくれました。食べたい。じゃあ海鮮から。うわ、ゆうかさんお願いします。いいの。ありがとう。すげえ。桃、ぶどう、さくらんぼ、みかん、メロン、レモン、マンゴー、チョコがあります。うわ、悩むな。マンゴー。はーい、マンゴー売れました。ありがとうございます。いただきました。これどんなの。チョコですね。チョコって何でしょう。劇場です、ね、チョコムースって書いてる。あ、そう、劇場ここで撮った。お、メロンで100円焼き。いただきます。ダンススクールで行ってたところなんですよ昔。 NSB 入る前のそんなところで。そうでよく食べてたところです。あ、かわいい。ありがとうございます。一気にそう、なんか少女っぽくなりました。まあ少女になれてる。いや、おいおいおい、アイピー、アイピーゼリーなしな。じゃあもう見るなよ。かわいい。あ、なんか最後がこれ地元。えっ、そう、なんか公園みたいなところです。ウカさんの家どこか見えへん見えへん。それは見えへんね。え、終わった。ありがとう、見てくれて。ありがとうございます。見せていただいて。おかわりしたい。おかわり全然して、あのね、なんかワカニャンが来たやつあった？え、私ちょっと来たいやつ。あの、それ番ですよ。それ番ですよ。あ、いやでも生々しい。黒い、うん、あ、セクシーなやつ。セクシーなやつめっちゃ怖いです。私にはまだその色気は出せないです。出せるよ。ダメだよ。あ、ダメ。でも楽しみな、これからの。これからの楽しみですね。ブリュレ。ありがとう。アイピもね、いつか。フォトブックかな。じゃあスタイルブックかな。アイピは。あの、何、レイちゃんが出してるみたいなさ。なんかその私あれなんです。なんか量産型とかゴスロリみたいな、うん、そういうなんか写真の本みたいな、うんうんうん、いつか出したいな。え、めっちゃいいやん。いけるよ。女の子みたいな、女の子が好きな世界観の、うんうんうん、
絶対似合う。てかすでにそうやんもう、うんうん、楽しみ。みんなもねこれから出せますように。皆さんありがとう。本当にもう予約しました。皆さん本当にしてね。しました。14日です。来週です。しました。うかさんの写真集予約よろしくお願いします。お邪魔しました。慰めてくれてる。大地もあるんだよって。慰めない。優しい。悲しくなるから。ありがとうございました。ありがとうございます。見せてもらっていただいて。ありがとうください。え、なあ、あげたい。全然もういっぱい届けてもらおう。アッキーさんに。みんなにお願いします。アッキーさん、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。さようなら。行こう。ちょっとだけ移動する。これも15分経ったかな。15分経ちましたか。よいしょ。どうでしょう。逆にもかりんちゃんにはもう見せましたよ。すごい。あと10分。あ、もうね一回バンされてるから。確かに。そういうこと。でも確かに15分の合図まだ出てないなって思ってた。どうどう。よいしょ。お腹すいたな。よいしょ。ゆずとこじりんとしおりおじさんにはもう見せてて、あとゆうちゃんにも見せてて、今アイピピに見てもらいました。どうだろう。え、一回止まっちゃったらあれですか、最初からの計算になるんですか。いけるかな。あ、裏表紙そう見えてた。にゃんぴぴね。家族にはまだ見せてないです。そう見せようかな。明日部活ラストの大会です。ここちゃん頑張ってね。応援します。何の部活なんやろ。ちょっと見ました。確認しました。これ全員可愛いなって。結構厚みがあるんですよ。そう、こちらがいいよ。え、中拍子。え、ねえめっちゃ、え、これも言っていいんかな。めっちゃね嬉しいサプライズがあったんです。ほんと泣いちゃうぐらい。そう、ちょっとこれは今日動画撮ったのでちょっとそこで発表してもらおうと思います。はい、マジで泣いちゃった。それぐらい嬉しかった。楽しみにしててください。じゃあ今日はそろそろ終わりたいと思います。ランキング読んでいきます。あ、15分経ったって今出たわ。ちょうど13位ガミさんありがとうございます。12位岡ゆっこさんありがとうございます。11位あんちゃんありがとう。10位ほなちゃんありがとう。9位トラさん、そらままラムありがとうございます。8位カッツンさんありがとうございます。7位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。6位豆柴さんありがとう。5位おはるちゃん、加藤由香ファースト写真集6月14日発売ありがとう。4位白玉さんありがとうございます。3位ゆきさんありがとうございます。2位ウーカメインの箱押しさんありがとうございます。1位花丸さんありがとうございます。はい、キュンマートのラスト公演というか再演復活再集結、とてもとても嬉しかったです。キュンマートフォーエバーです。
はい、皆さんも忘れないでください。ということでありがとうございました。